ちぼち始めますかね。みんなでお願いします。ですね、先に自己紹介をさせていただきますけども、私たちカオリザプレメンストラルと言いまして、プレメンストラルって生理前っていう意味です。で、もともとは私一人でやってたんですけども、まあ、ベースの彼に、今お手伝いしてもらってますけども、基本的には私は全部こう作詞作曲、そしてドラムもいないので、ドラムも打ち込みで自分で地味に作りまして、活動しているわけでございます。ということで、その香りザプレメンストラル、まあ女ってちょっと生理に振り回されて大変だけど、そういうのをこう向き合って立ち向かって力強く勇ましく生きていこうと、そういうバンド名でございます。よろしくお願いいたします。I'm not afraid to die.
私、川島香織と申します。彼は大野正樹くん、新潟県から、毎回練習にしろ、ライブにしろ通っております。頭おかしいや。頭おかしいや。今日もだって終電が9時半だもんね。終電9時半。うん、新潟まで帰る。新幹線です。うわー。ねえ。すごいな。ね、ありがとう、ありがとう。本当に、本当にいつもありがとう。うん、こんな、私ですけども、私あのカイロプラクティックの施術院の院長をしてまして、とにかくこの人間界というものはですね、やたらとこう優劣をこうつけたいわけですね、うん、で、出る杭は打ちたいと、こういろいろ揉まれた中でこの、ね、今2曲やりましたけども、そういう曲が生まれてきたわけですけども、で今じゃああの曲が生まれるのかといったら、やっぱりなかなか出てこないわけですね。でインプットって大事なわけですよ。この間突然ファーッと降ってきてですね、曲がファーッとできたわけですけども、まあ別に今日はそれをやらないんですけど、まあ、そういうふうにめちゃくちゃあの叩かれて、出た時の方があの出てきたなっていうか、やっぱ音楽ってこう反骨精神なんだなっていうのをつくづく最近感じるわけですよね、うん、あの嫌なことがあってからこそっていうか、こうインプットがあって、まあ、インプットって何なのかって言ったら、やっぱ あいつムカつくなとか、この社会おかしいだろうとか、そういうところに行き着くんですけども、でカイロプラクティック、これはアメリカでは医療として扱われてるんですね。で日本では民間療法と一緒にされちゃってるんですけども、カイロというのは医療なんです。でカイロプラクティックは、予防医療となりうる。だからこれをなんとか、社会の底上げになりませんかと、でそういう活動をしているところでございます。まあ、そういうやっぱりこう反骨精神から曲が、出来上がっていくなっていうのを最近は感じております。ありがとうございます。今日は短い。今日は短いね。いつもね、マジで30分ぐらい喋っちゃうから。肩こりがなんでみんな起きるか知ってますか？これ。なんで？肩こりってあのなんでそもそも肩を指圧すると気持ちいいか知ってますか？います。そうすると毛細血管がブチ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 ってつぶれるんですね。ブチ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 。その刺激が気持ちいいんです。うん、でブチ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 とつぶれた毛細血管、翌日揉み返しがきます。要はあざを作っていると、うん、決して良くなりません。体を痛めつけていると。でじゃあその凝り固まった筋肉をどうやって柔らかくするかというと、やっぱり骨を正しい位置にする。そうするとやっと筋肉が安心して、あ、骨が正しい位置に来た、やっと力が抜けるんですよ。でそれで凝りがなくなる。なので骨の調整以外にないんです、体の凝りを取るのは。
ありがとうございます。精神からのですね、次の曲はそういう曲でございます、大事な大事な友達、周りの人たちのことを思って作った曲でございます。その後は、私のテーマ曲トマット終わりになります。
か言ってますけど、あと1曲あるんですよ。ワン、ツー、サン、シI'm not afraid to die. Raise a sea so high.